こんばんは、ヤッホー。みんなと飲んでます。あ、今日見たよ、初めて。私の髪色はなんかラベンダーを、バイオレットだ、バイオレットを入れてもらいました。雨はね、私あんま今日ね影響なかったのよ。100円ね、おめでとうございます。今日はゆりちゃんが1200日目です。イエーイ。はい、で私はハーフバースデーです。ハーフバースデーおめでとう。あと半年で誕生日だから22.5歳。20コンマ、コンマじゃない、小数で。まあまあ、お祝いしてください。でも30分ぐらいしかやらないです。30分ちょい過ぎぐらいに終わります。カズスマイルさん、1200日目、ありがとうございます。ということで、ゆちゃん今日そう1200日なので、じゃーん、スーパーで買ったミルクレープにうちにあった生クリームを追加した、こちらお祝いケーキです。お祝いケーキをいただきました。おい生クリーム、おめでとうございます。ありがとうございます。食べましょう。こんばんは、マサラッキーさん、1200日お目ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。いただきます。1200日おめでとうということで、個人的にね、ミルクレープを食べさせていただきます。私の方が先に食べ始めるという最悪の事態ですね。ごめんなさい。おめでとうケーキです。いただきます。美味しそうだけど全然取りづら、取りにくいね。多分これ本当は切って食べるんだもんね。いただきます。切腹さん、ミラーボールありがとうね。渋谷さん、タワーありがとう。これマジで切りにくい。うん、美味しい。グラハムさん、1200日お目ありがとうございます。ヒロタンさん、1200日お目ありがとうございます。カメさん、1200日お目ありがとうございます。ハーフバースデータワーだ。いただきます。うまいな。ミルクレープ久しぶりに食べた。うんうんふんふん、うまっ。今日最後のミルクレープ、そう、お前かって言った。うんうんふん。なんかレゲエ好きそうな顔だった。アジシヌクさん、1200日お目ありがとうございます。私はあと21日か、そのぐらいで、もうちょっと、そう、1200日お目ケーキ、ミルフィーユ、ミルフィーユ、うん、ミルクレープ、ミルクレープお前、こんばんは。今日これ入りました。あ、昨日か。いつもみんなもありがとう。ハーフバースデーケーキ、うん、さっき食べて言われました、うん、いいな。急に始めちゃったから気づいてない人もいるかな。おめフィーユだよ。そう、おめフィーユ、おめフィーユ、ださ言われとうよ。いいん、ださ言われとうよいつも見てくれてありがとう。これからもよろしくです。ペンライトの電池変えたの偉い。いや当たり前です。そのぐらいしてくれないとダメですよ。私のファンつまらないです。ゆうしゅんさん、結婚してありがとうございます。ハーフツインよかった。そうだよね、なんか今日ハーフツイン、もともとその100円目で私のファンの人来てくれるっていう人がいたから、じゃあハーフツイン好きって言ってて、その人のためにハーフツインしたんですよね。その人のためって書いてダメだよね、死んだよね。そうで、で近くにヨリがいたから、じゃあヨリもやってって言って、すっげー笑ってる死んだよね。みちやさん可愛いだと。フランスさん、お疲れ、ありがとうございます、うんうん、そうで、そのよりが近くにいたから、よりもやってって言って、でリノも近くにいたから、じゃあリノもハーフツインでって言って、そう、3人でやってたら、うんうん、気づいたら、あのひなとねねさんともかさんもストレートのハーフツインになってた。こんばんは、おめみゅんおめみゅんうん、うんうん、たっちゃん、ハートちゃん、ありがとうございます。誰かポテチ食べとるって食べてないよ。プニーズの夏服、私あれあれあれ、七味とぶどう持ってますよ。あ、生クリームつけそう。あ、ね、じゃじゃん、パパさん手紙ありがとうございますね。今日ハーフツイン率高かったね。サミヤさん、作りありがとう、うんうん、ユウスケさん、結婚してありがとうございます。リアです、こんばんは。あ、コーナーや、あ、痛いやつ、痛い、もう治んない。一枚ポテチいただきます。脇見えるよ、なんか。あ、私の脇でも大丈夫、綺麗にしてる、今日こうやったから。脇見た人タオル投げ捨てるからね今日は飲みに専念します。
楽しんでください。栗山会ななみんちゃん1200日目、ありがとうございます。あおいちゃんさんお疲れ、ありがとうございます。今日100円も撮影、あ、出た、カズスマイルだ。カズスマイルなのにスマイルしなくてよかったの、これポーズ。ビューティフルスマイルって書いてある。ハリさん、ユウさん、合唱ありがとうございます。6月もこちらこそありがとうございました。またね。ポテチは、これポテチというかあれなんですけど、片揚げポテトの九州醤油よね、です。九州ですから、うん、なんか選ばんくせに九州醤油あんまり塩ばっか選んでくるくせに。え、違うよ。葵ちゃんさんお疲れ、ありがとうございます。なんか九州醤油が一番好きだよ。いや、九州の人はみんな九州醤油、塩ない、塩しかないんだもん、だいたいコンビニって。うん、明日はオンライン。17ポーズだよ。それ17ポーズだ。ピナなんだ。え、トゥッチンさん、猫の合唱ありがとう。テレビで天神中継中。なんで？雨じゃ帰ってこと？ツインで帰るのはね、そんなに恥ずかしくないです。慣れっこがあるです。ねえ。なになに？あんま大したことなすよ。そうよ、今日でみんな今年半分おしまいだよ。やば、やばくない？まるちゃんおるよねって。ミマさんお疲れ、ありがとうございます。いないって、まるちゃん、不思議だね。まるちゃんはおらんし、まるちゃんはさやかはおるかもしれない。似て非なるものですか。パパさん欲しい、ありがとうございます。おいしい、なんかお腹空いてたからパクパク食べちゃう、どうしよう。こんにちは、2020年、まだ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 。カズスマイル、ありがとう、ありがとうございます。てっちゃんお疲れ、ありがとうございます。トマト、サックス、ありがとうございます。うん、うん、何それ、どうしたの、エラでも痛いんか。うん、うん、ね、半分おしまいですよ、今年半分。まあ後半はもちろん誕生日待ってますから。わあ、楽しみだな。みんなどのくらいお会いしてくれるんですかね。誕生日なんか半年後、今日ハーフバースデーやから。いやでもみんなが多分盛大に応援してくれるんだろうな。でもその前に私の誕生日もあるもんね。わ、そうだよ、ね、みんなどのくらい盛大に応援してくれるよ、ね、楽しみだよね。8月31日じゃない、うん、2ヶ月。あ、そうじゃん、31日は楽しみだな。楽しみだな。ホールザトマトさん1200日目、ありがとうございます。 100MVP の撮影ってどんな感じ。お、結構近いよ。あの、自分のメンバー2人選んで囲んでもらえる。そう、自分の好きなメンバーを両サイドに置けますよ。なんて、なんて素晴らしいんでしょうね。で、その周りにメンバーがいる。そうそう、いる。そう、あとは一番好きなメンバーからサイン、サインじゃないか、 T シャツ、 T シャツ。でもそれもさ、 T シャツかさ、多分写真か、その1人ずつ選べるんじゃない。確かに、何でも、なんか多分ビバさん、お花ありがとう。500円が気にしておくか、通所取るか、自分の好きなメンバー2人を両サイドに置いて全体で写真撮るかって感じだった気がする。今日はだから私のファンの人は私と葵さんでした。元夏を推しらしいです。両サイド以外は選べません。通所もできるよね。できる。通所、あの、だからシートを、シート越し通所だったら、うん。ぐちさん1200日おめでとう、ありがとうございます。後ろサポートありがとう。パパさん、いいえ、ありがとうございます。おいしい、これね、これおいしいね。やっぱ追生クリームがいいんで、ね、でもテチと一緒に食べてるから余計なんかこう、私結構食べてる。タダタンタンさん1200日おめでとう、ありがとうございます。今日前の方の席だから、うん、でも今日女の子のファンの子がめっちゃ多かったんですよ。良かったよね。うん、良かった。今日女の子がいっぱいだった。もうなんかどこ見ても女の子がいるみたいな、うん、パパお疲れ、ありがとうございますね。良かったね、みんな。全体写真はシートないよ。うん、シートないけど、まあまあある程度距離が離れてるけど、両サイドに好きな自分の推しメン、握手よりは近いから大丈夫。横は栗山里奈ちゃんです。にゃん、こんばんは。
だからまあ、うん、まあ、T シャツは多分どっちにしてももらえるからお好きな、お好きな感じでも、うん、16人配置考えたい。無理です、欲張りピーポーよ、そんなの。欲張りピーポーダサいねすごいダサいゆりってなんとかピーポーって言いたがるよね。ごめんなさいね、ヒューマンなんだけどね、普通に考えるとそういうことじゃない、うん、ジューンブライド最終日、そうだよ、ジューンブライド最終日だよ。皆さん最後ジューンブライドのあれ投げなくていい。最近確かに最近よく女の子のファン昔よりなんか見かけるようになりましたよね、うん、何も女の子のファンが増えたんです。さっき劇場で買ったドリンクのアクリコ、お、私でした。あら、ぜひキーホルダーにして使ってください。キーホルダーでもいいし、まあコースターにしてもいいし。でもあれコースターになんかできんくない、ちょっとなんか、うん、なんかでもなんか素材的には前回のよりやりやすいんかな、うん、素材には多分めちゃめちゃ水に向いてる素材だと思う。前回紙やったからさ、うん、あれコースターにしたらおしまいよね女性限定コイン、あー昔やってたよね。やってた。でもどうなん、女性限定コインとかしたらみんな来てくれるのかな、ね、女の子みんな来てくれるのかな。みんなが怖がらせてるんじゃないの、女の子キュウリちゃんとクルタンだとどっちが背が高い。あたいの方がちょびっとだけ高い。マジちょびっと。まるまるピーポーのファンです。本当？本当に言ってる。僕も行きます。あ、ちょっとちょっとなんかね引っかかるか。ねえ、これ映ると思う。なんで映っちゃダメ？いいでしょ。映ってたら見たいんでしょ。あ、待って、そこ映るよ多分。ちょっとね、あんま映らんかな。あ、映った。残念でした。いいじゃない。あ、ちょっとさ、ひじりもうちょっとさ、ぬいぐるみをさ自分の方に向けて。そう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 。そしたら映る。そんな映る。そうしてないけど。え、時間は？私も大丈夫、いつもみたいに特殊メイクしてないけどいけそう。映っても大丈夫。やばいやばい鼻とかいつもより低いかもしれないけどいける。バレるバレる、バレるバレる、やばい。ジュリー、リノッチ久しぶりに来た。ね、最近ね、なかなか一時期毎日来てた。本当に毎日おったの。こんばんは、こんばんは。星ドリンクのコースターね、ランダムになったからね。全然こちらこそ頑張って、うん、より推しの子見てる。見てるよ。漫画の方が追いついてる。漫画を見たいです。そう、アニメは追いついてないけど漫画だったら追いついてる。おもろくない？これからも鉄するの。多分。ちょっと考え。誰が好きかな。誰が好き？ひじり。ひじりはアクアかな。あ、かっこいいよね。なんであのメイク。アクア。女の子だったら、うん、アニマかな。アリマかなって、あれ重曹ちゃんだよね。そうそうそう、コースターちゃんとゲットした。重曹ちゃん好き。かわいい、めっちゃかわいい。漫画見ても好き。うん、かわいいかわいい。この後ヨロファンって、あ、かなちゃん推しの子結構いるよ。いや、多いでしょ、あれも。うん、かわいい、ね、1枚取って、うん、あの、あ、ごめんなさいね、巻き隠し役。あのさ、パルコの行きたい。え、あ、私も行きたいんでしょ、うん、いや、今やってますか。リノとも話、リノとも、そうやってたよ。行きたいですわ。え、リノとも話してるのに行こうって。行きたい。こうみんなで推しのことや、ね、ひじりかなちゃんね。わかる、やっぱ重曹ちゃんかな。使わないと。リノも呼んでくれるんでしょ。リノも、リノも呼んでくれるんでしょ、ね、見てる。うん、2話ぐらい見た。全部見たら来ていい。なんかよシャイさん、専門。楽しめないでしょ、多分全部見ないと。そんなことない、うん、いや別にうまい飯が食えりゃいいんだよ。途中までもうちょっと見たらご飯なの。え、あ、コラボカフェではないんだ。でもカフェのメニューみたいになってる。うん、行きたい。なひじりとあれ行くもんね。何だっけ、コナンランド。それ、あれまだまだな。え、コナンランドもご飯。うん、いや、グッズだと思う。マイカ、リナはじゃあ、あの、あいつを目指して、ひじりがカズハを出せるように。あ、待って、マルさん、あ、マルさんって言っちゃった。見て、いいよ、後ろ向いてる。え、怖っ。いや違う、多分掃除したから今日。あ、そうそう後ろ向いちゃった。なんだっけあれ、ウォッカ。あ、ウォッカか。うん、でチャイさん、チャイ専門店、アンチャイ&ティー。事務所の社長も好き。あ、あの女性の男性かな。失踪した方じゃない。みんなひじりが集めてる。あ、ごめん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 。なんかチャイなんたらかんたらの店でも、チャイ専門店、アンチャイ&ティー、日本橋でオープン。日本橋やん、日本橋やん、全然違うやん、日本やん。いけねえ、無理無理無理。あ、何、社長が何、あの事務所の社長も好きだって、推しの子。
え、うちらの違う違ううちらのじゃないよ。マーキュリーの社長じゃない。びっくりした。あの、推しの子、その社長でしょ、うん、そのコメントくれた人も社長。え、違う、推しの子の社長の好き、社長も好き。あー、はい、推しの子の社長が出てくる社長も好き。ミサ、マーキュリーの社長だ。なんで難しかった。ごめんなさいね、国語って難しいよね。ちゃんと学んでこなかったから。たっちゃん1200日おめありがとうございます。パパさん1200日おめありがとうございます。さらきさん花束ありがとうございます。パパさんもバラありがとうございます。7人はね、いないです、さすがに。切腹さん1200日おめありがとうございます。元隊長さん1200日おめありがとうございます。じゃあ1人目、1200日おめありがとうございます。あ、3人目出てくるかな。あ、そう無理。3人目来た。あ、4人目来るかな。4人目、マサラキさん1200日ありがとうございます。東京1200日ということでね。4人目ですこれ。あのプチ、そう、お祝いメタモン、お祝いプチケーキじゃなくてな、お祝いミルクレープです。アナミンちゃん1200日、いろんな種類ありがとうございます。モンガクッション受け取った、ありがとう、かわいい。あとモンガのおくるみのね、ぬいぐるみもね、ファンの方にもらいました。みんなもいつもありがとう。かわいいんだよ、おくるみ。感謝、見せてあげる。感謝です、とっても。いつもね、朝も見てくれて、夜も見てくれて、見て、ほら、ありがとう。おくるみももんが、見て。ん、何それ。ももんが、お話の中に出てくるの、おくるみのももんが。開いてんのかな、明日。あ、取れなかった。でもそっか、ももんがとかって履いてないもんね、パンツとか。あ、そうなの。だってすっぽんぽんじゃん、ほら。あ、ほんとだ、ほんと。なんかわかる。いや、みんなが知ってたらちょっと変だと思うけど、私ね、こうなんかマネキンとかさ、こうなんかぬいぐるみってちゃんとパンツ履いてんのか気になるんだよね。わかる、ちっちゃい子見た。そう、だから毎回こうマネキンとかちょっとこうやって見ちゃうんだよね。さすがに今はしないですけど、おしゃれなお店に行ったら。でも島村とかだったら見る。リカちゃんはおパンツ履いてるよ。ほんと？うん、上はないけど下はパンツ履いてる。メルちゃんとか気になる。メルちゃんは下あるよね。下履いてる。そう、上大体ね、そういうぬいぐるみってね、上ないんだよね。まあそうだよね、年齢的にね、しゃあないしゃあない。履いてるかなって、やっぱ大事じゃん。ぼーちゃんさん欲しい、ありがとうございます。クレーンゲーム取れなかったね。まあこれからもね、まあ朝やったり夜やったりすると思いますが、和夫さん気長にというよりか、皆さんの時間が合うタイミングで見てください。ショールームこれからも続けていきますか。はい、誓いますか。あ、はい。すごいなんだか重たい。1万は無理、無理よ。健やかなる時も辞める時も。だって私何歳になってんの、そんなの。1000日で3年だから30年ぐらいじゃない。30年はいかないけど、まあ、28年とかぐらいかな。やば、28年、48よ私。キャー、恐ろしい。私48歳よ。誰が見る48歳。キミヤさん100回目のおめでとう。見るかもしれんやん、需要があるかもしれない。あるかな、48歳のある。私の48歳。なんで左手の怪我を見て俺って気づいたの。え、名札つけてなかった。 100M の撮影の時別に、いや、ちょびっと喋れるよ。でもそんななんか喋れないよ、なんていうの、あんまし中が喋りすぎと、みんなにお腹空いたから早くって言われる。そう、そう、私たちお腹空いたから早く、そう、早く帰ってってなっちゃうよ。早くしろって思い出しちゃう。公演終了後だからね、みんなお腹空いてるから。あっという間30代。マジ？その頃も押してるし、48歳の私押してあげてよ。あれ、なんかありがとね。その頃も見てる。てっちゃんさん、75になっても76になったら見なくなるの。そっちしてもらいますね。私、そう、今日自己紹介出たんです。パラパラが踊れるのに見たいんだよね。なんかパラパラ踊れたら面白そうじゃない？どう思う？ん？パラパラ踊ったら面白そうじゃない？今パラっていう曲でパラパラ踊ってたよ、 AKB さんの。え、マジ？今パラパラ、うん、そうあの総選挙のあんなんか、あ、そうそう、なんとかガールズとか、そうそう、なんとかガールズの曲で、それだったかな、わかんない。それ違う、選挙の CD のカップリングだ。うん、なこさん踊ってたよ。あ、マジ？サシさん、うん、おへ、じゃあちょっと覚えようかな、うん、それ覚えないの。レンジでパラパラ踊れます。え、マジ？
ちょっとやってよ。あれでしょ、絶対コナンのあるじゃん。そう、混んでるね。あとみんなあれが好き。それ、それそれそれ。それめっちゃ好き。ひじり、毎回それ流れると踊ってくれる。カズスマイルさん、借約。ありがとうございます。お疲れ様です。どう48歳の私。面白い。なんか想像つかんわ、さすがに。48の自分はさすがに想像つかん。無理だ。あ、サッシャンセンターなんだ、あれ。そうだよ。そうなんだ。確かに似合いそう。あたりのカルピス。今パラ。カラタニピース。カラピース。いいね、CM したいな。なんか大分の CM とかしたいな。うん、なんかないかな。カボスじゃない？つぶらなカボス。それか梨の CM も。確かに。でもないんだよ、どっちも。梨の CM って何？作ったらいいんじゃない？うん。CM？ うん。やっぱまずホームページをね。トモノオペさん、サックスありがとう。今パラは、今パラは全部カタカナ今パラだよ。え、そうなの？私の中身なんか見えた。確かそうだったよね、今パラ。今パラ。カタカナ今パラ。あのカップリングです。あんた想像以上にカボス。そうでしょ？うん、なんかピンク系じゃない？うん。今パラ。おセンサーかな？ホーム大丈夫ですか？ありがとうございます。うん、大丈夫かな？なこさっしーさんセンターでなこさんもいる。それに今パラでそうパラパラの踊りが途中で入ってるから、なんでパラパラだったんだっけ、そこまではあんま覚えてないけど、下りがあったんやそれ。うん、なんかパラパラとさ、もう一位待って、あ、おくるみ、うん、何だったかな、おくるみ投げたら落ちちゃった、めっちゃつらMV でそう思わない、言わないし、しそんなこと言わないし私あれ好きだった、うん、なこさん推しでしたから見てました、買ってた、選挙の CD だからね、それ選んで買ってた。ももんが触り心地めっちゃいいよ、ももんがかわいい、投票が知事じゃない、そんなあのそんな財力なかった、中学生とかだったからそんな全然財力がなかったです ね、 ね、明日のオンラインってさ、君はもっとできるの最後のやつ、最後だね、もう終わりだ、よろしくね、みんなら明日、ね、明日明日明後日で終わりですね、次こそは寝坊しないように頑張っておきます、ね、すいません、その説を寝坊して一部全くメイクをせずにオンライン握手会を始めてしまって申し訳ございません。トマト仮面さん、タワーありがとう、イエイ。 AKB の CD 最初に買ったの、これは買ったんじゃなくて買ってもらったんだけど、あれありがとう、サーカスのやつなんだっけ、 AKB さんの恋愛サーカス、サーカスのアルバム、ここにいたことじゃん、あ、それここにいたことかな、ここにいたこと、アルバムがあれ初めて、またお父さんに買ってもらった、頑張ったから今週以上がありがとう、みんな頑張った甲斐があったぜ。これの後みんな眠くないの、これはね多分ね、ご飯を食べたら眠たくなります、絶対そう、あ、うん、ここにいること、ここにいることかな、コメント来たから、あ、それです、それが初めて買ったというよりか買ってもらったやつです、 AKB さん、AKB さん何買っただろうな、ジャーバージャかも、うん、なるさん、うん、初選抜だから、あのちなみに熊本のイオンで買いました熊本のイオンモールで、あのイオンですか、あのイオンです、イオンモール熊本です、一番でかいイオンモールで買いました、熊本です、明日仕事で参加できない、 OK、 じゃあその頃は峯岸みなみさんが好きでした、え、そうなんや、ずっと峯岸みなみさんが好きだった、初耳それ、ずっともなこさん一筋だと思ってた、あ、 AKB の中、 AKB さんが好きだった時は峯岸みなみさんが好きで、途中でパルルさんが好きになって、でなんかそっからなんかまたちょっといろんなところにフラ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 して、なこさんにだった、うん、な最初あっちゃんだったな、あっちゃんからのゆうこさんに行くっていうマジミーハーみたいな道のりをたどってる、なんかそこ、なんかそこさ、こう流れでいくとミーハー感すごいよねまあでもそっから、あの次エイトのおだえりさん行ってなるさん行ったから、うんうん、大体ヘビーローテーションぐらいで変わるんでしょ、大島ゆうこさんに、いや、あのあっちゃん卒業したおゆうこさんが、
ガチミーハーじゃん。一番ミーハーな道をたどったんよ。そうでもそっからはエイトさんに行ったからね。うんうんうん。そうおなりさんからのなるさんだから。明日どこからやるか迷ってます。ディズニーじゃないの？おせんさん欲しい。ありがとうございます。でもディズニー行きたいって。そう最初は峯岸みなみさんが好きでよく見てたんですよ。うん。であのじゃんけん大会の永遠プレッシャー見た瞬間、うん、パルルさん好きってなって、やら可愛いよね。マジ可愛いと思って大好きってなりました。でも AK ビンゴとか悲しいことに熊本放送されないんですよ。残念。そうなんかあんま見たことない。だからそう見たことがないんですよ。 YouTube の無断転載ちょっと見たことある。私もあ見ちゃダメだよね。あれ見ちゃダメだけどね。どうしようかな。放送してないフックとこだからね。全然仕方がない。やっぱ置いたと熊本田舎だからね。でしょってことです。 AKB の情報はテレビですね。ひじりは最初誰が好きだったん？どっから入った？あ、そっか。うん、意外でしょ。いや、うん、意外でしょ。めっちゃ意外。リナもでも HKT に入るときはマジで絶対マユさんになろうと思ってた。でも最初のショールーム審査でもう崩れた。早かった。別にマユさんになろうと思ってないよ。ひじり本当めっちゃ初期のなんかひじりとか見るとバラエティ頑張りたいですとか最初から、うん、うん、そんなイメージ。ひじり、うん、でもひじりあれやん、オーディションの時マジ沖縄のお嬢さんみたいな格好してきてた。うん、すごかったよマジ。ロジータとかそういう系の人してて、あ、これって多分沖縄のお嬢様なんだろうなみたいな。中学生なんだから。しかもあんま人と喋らずに静かだった。でも私ひじりと唯一喋れた。ひじりとだけ唯一喋れた。ひじりが唯一この子なら話しかけそうと思ってた。あ、どれだったんだ。熊本のお嬢様。めっちゃ人見知りそうだったから、うん、一人で送ってたところ。別に自分が行きたくなるから。でもあの頃、あ、三つ編みしてる子優しいと思ってた。いつも三つ編みしてる。その時から三つ編みだったんや。ずっと三つ編みしてたよね。ここで。説教だから。うんうんうん。ローナちゃんの写真も三つ編み。もうやめたわよ。ローナ。でも一番言われたらダメなのね。ひなだよ。ひなだ。トミー。トミーだ。マユチさん花束。ありがとうございます。サビーさん4時間してきた。お疲れ。でも30分だったからもう終わっちゃうんだよ。大分のプリンセス。大分ねもう一人いたんですよ実は。セレクションぐらいまで。そうだから一人じゃなかったから。でその子の方が大分の中でも都会に住んでたんで。あ、そうなんだ。はい、負けてました私の方が。私別に私お嬢様じゃなかったよあのレッスンの時。そうだよね。その田舎っぺだった。芋っぽかった。じゃがいも大好き。見るのみんな言ってくさいよ。あのね、大分の子のね特徴が分かった。ハンちゃんもそうだし、サシさん前着てたらしいんだけど、あの濃いピンクを着る上の服で。リナ着てたね。着てたでしょ。着てた。ハンちゃんも濃いピンク最近着てるし、サシさんも着てたっぽくて、大分は多分濃いピンクを着る。そうそう、そういうあれがあるっぽい。熊本は私だけだったかな、レッスンの時は。ようちゃんは紺色の服着てたイメージある。みんなに言われてんだけど、じゃあ地雷地雷今それ。短いの。会った時からなんか嬉しかったって人の前に見えてるんだもん。やだ。ちょっとやりすぎちゃった。トモチンからミルキー。え、待って、もしかしてうちのおじいちゃん？ね、そのアカウントうちのおじいちゃんじゃないよね。トモチンからミルキーならそうなんだよね。でもさ、この前さ名前は知らないからさ。そう、リナのショールームで名前は教えてないからって絶対そうでしょ。なんかねたまにねなんかぽいメッセージくんの。名前ない。絶対そうでしょ。ゼニガメじゃん。じいちゃん晒すなよ。じいじ晒されてるよ。見てくれてる。でもゼニガメっていうポケモン知ってるか。ポケモンの名前じゃないかもしれないけど、え、絶対そうでしょ。じいじ。でもたまになんかギフト投げてた気がするんだよ、ね。あれじいじ？じいじギフト。わかんないけど、え、絶対そうでしょ。ジージー、お小遣いそんな欲しいよ。私のとこはね。私のとこはね。おばあちゃんのアカウントは分かってるの。私もわかる。私もおばあちゃんとお母さんがこの中に潜んでます。あ、本当？ママもね前見てたけど、あ、でもいやでもおじいちゃん WW の多分わらわら使わんもんな。あ、じゃあ違うか。頑張ってんのかも。じゃあそういうこと？本当にただ好みが一緒だったか。でもだって見てファンレベルあれだよ、銀色のとこまでやってるからね。じゃあじいじすごいじゃん。ちょっとでもじいじこれ設定してないよ。あ、本当だ。ツイッターとかと登録してない。あ、もしかしたらそうじゃない？え、これ何のアバターかによるくない？何のアバターだろうこれ。カメだね。なんだカメだろこれ。でもうちで結構昔にうちカメ飼ってた。あ、リナが生まれる前の子だよ。事実。うわ、そうかな。私のブロックしとこうかな。私のどうする違ったら。
まあとりあえずじゃあ昨日ランキングもかな、うん、そうそう私のとこはお母さんとおばあちゃんがいるよ。でも私は名前分かってるから、この前みんな言ってましたよ、たまにワイカワさんリナのショールーム見てるらしい夜、みんな変なコメントしたら全部見られてるからね気をつけな。じゃあ13位バルタンタロさんありがとうございます。12位さんありがとうございます。11位クロベさんありがとう。10位グッチさんありがとうございます。9位マサミヤさんありがとうございます。8位切腹さんありがとうございます。7位ショウさんありがとうございます。6位中堅ハチコウさんありがとうございます。5位ヨリカさんありがとうございます。4位スプッキンさんありがとうございます。3位カリさんユリさんありがとうございます。2位トマト仮面ありがとうございます。1位渋谷さんありがとうございます。ありがとう私だからおばあちゃん、うん、お母さんのぐちさん、アジシロクさん、じゅんちゃん、神崎まさかずさん、お疲れありがとうございます。ヤスプッチさんありがとう、ありがとうございます。しゅみさん結婚してありがとうございます。いやです。ゆやくんお花束、お花束ありがとうございます。てっちゃんありがとう、ありがとうございます。私もそろそろランキングやもったな。さん、だから他のツイッターとかインスタとかの今日は本当にアカウントも全部知ってる。いえいえ、こちらこそってことで、じゃあしゅんみさんお疲れありがとう。こっちの配信は終わります。よりのもうすぐ終わります。じゃあねー、あれ、また明日オンライン。